その場しのぎの嘘つきましたよねっていうのをちゃんと突き詰めると、あ、この人には嘘ついちゃいけないんだっていうのを学んで嘘つかなくなるっていうのもあったりするので、なので、あの、嘘をついてもいい、まさか水でキーボードを拭いてるのっていうのがあるんですけど、あの、1時間ぐらい巻き戻していただけると分かるんですけど、あの、うちのパソコンがちょっと熱暴走で映像をカクカクするっていうのがあって、で、あの、その一応ファンは回ってるんですけど、それだけではうまくいかないので、あの、水をつけて乾かすっていうのをやって、あの、その温度を下げるっていうのをやってるので、たまにこれをやります。はい、すいません。っていうのもできたりするので需要あるんじゃないかなと思います。何を指先でなぞってますのって方なんですけど、あの、30分ぐらい巻き戻してもらえば分かるんですけど、映像多分カクカクしてると思うんですよね。で、それがあのパソコンの熱暴走によって起きていて、なので、あの、パソコンを冷やすために、あの、水を直接つけるっていう、あの、良い子が真似できないようなやり方で、なんとかこう、あの、映像がカクカクしないようにしているっていう、そういう話でした。はい、すいません。あの、参加してこう旗とかなんか巻いてたみたいな、なんかそんなのがあるんですけど、っていう感じで割とそのカクカクしてる。おお、これ多分ね、暑いからなんですよね。したらちょっとこれでカクカク止まるかな。まだカクカクしますかね。はい、ちょっとカクカクしているのでフィルターを変えてみようかな。これでどうよ。ちょっと音声悪くなるかもしれないです。いかがでしょうかよね、という話なんですけど、めっちゃカクカクしてますね。一回水飲んで落ち着こうかな。割とファンは結構回ってるんですけど、すげえパソコン暑いなぁ。あの、気温がパリが今35度ぐらいとかなんですよね。そんで、あの、基本的にあのパリってそのクーラーがないので、なのでこう暑くなると我慢するしかないっていう、まあ、ほとんどの家庭がそんな感じなんですよね。あの、クーラーの室外機をあの窓際の窓につけることっていうのが違法なんですよ。あの、そのパリの景観というのを維持しなければなりませんっていう法律があるので、なのでその外観にその、あの、クーラーの室外機みたいなのをつけてしまうと、その300年前のパリの外観とは変わってしまうので、なのでそういうこっちをやっちゃいけないよっていう風になってるっていうところがあったりするので、なので、あの、こうクーラーがついてる家が少ないですよっていう、まあ、そんな状態だったりするんですけど、まあ、置いといて、で、カクカク音声は言ってるかな。はい、大丈夫かな。今のところイエローパーカー必須なんですか。いや、必須ではないですね。なので、あの、うち、あの、パーカー脱いでもいいんですけど、なんか一応その黄色いパーカーを着続けるっていう、あの、なんか風習を、あの、守ってるので、結果としてこうなってます。で、話戻して、そんなので